ギはネギは持って帰るかい。うん、どっちでも明日のコーンポタージュに斬新斬新じゃん。はあ、疲れでございました。本当にお疲れ様でした、うん、昨日飲まなかったんだよな、うん、これ1本だけ、うん、夜は煮込みでいいんですか。そうだ。はい、はい、夜は煮込みジンギスカンです。もう一回。はい、夜は煮込みジンギスカンです。B1 グランプリ。 B1 グランプリどこに書いてある。うん、本当だ。ご当地グルメ。へえ。で、町おこしの祭典だって、うん、なんか下の方に名寄流キャベツもやし玉ねぎうどん蒸し麺油揚げ。油揚げ珍しい、ね、お珍しい珍しい、うん、いや油揚げ買えばよかった。あとは入れるけどね。ね、うん、他はね、他はな、まあ何でもいいんだよね。あ、確かに。焚き火台の上にね、うん、今回ジンギスカン鍋を乗せるというね。そう、ちょっと一回やってみたかったんだよね、うん、どんなもんか。そうそうそう、まず乗るかなっていうのもあったの、うん、あ、なんか美味しそうなんだけど、シューって言わない。言わないけど、ちょっと火力やっぱ弱いな、うん、やっぱ遠いんだね、火から。そっか、どうしても遠くなっちゃうんだよね。あ、でも肉のこの赤身の感じはね、うん、すごいラム肉って感じ。うまそうな肉。うん、一袋で結構いっぱい入ってるんだよね、うん、746g。 746、なよろ、あ、そうそうそうだ、なよろ。よし、ちょっと次の作戦に行くかな、うん、そしたら、うん、これでこの鍋持っててもらう。はい、わかりました。このスターができるってやっぱりわけってことで、うん、これで乗っけてみます、うん、ただこれだとね、うん、空気が入らなくなって消える可能性がある、うん、ああ、これはごとくは使えない。使えない。あ、そっか、はまらないんだよね。はまらないのか。消えたとかって。もっと入れて。タレで冷えたんじゃないか。冷えたか。いただきます。いただきます。いただきます。乾杯とか言って。いただきます。これ結構王道の味だね。うん、ジンギスカンの、うん、うまい。うまい。皿いっぱいあるんだけど、そこに、うん、使えばいいんだけど。使えば使えるんだけど、使わないと。周りでうどん煮込んどっか。いや、それね。もうちょっとこっから息が長いんだよね、結構。サンキュー。週1ぐらいで近くの銭湯に行きたいな。いいよ、うん、片付けのお時間かな。そうだね、うん、寂しいけどね。まあ中で、ね、飲み直しますか。そうです。水だけど、すんごい冷たいわけではない、うん、なんかちょっとぬるいなって感じ。